カルフーン軍はアメリカ合衆国ウェストバージニア州の中央部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は7627人であり、2000年の7582人から0.6%増加した。軍庁所在地はグランツビル町であり、同軍で唯一の法人化町でもある。カルフーン軍は1856年に設立され、軍名は サウスカロライナ州出身の政治家、ジョンカルフーンにちなんで名付けられた。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は281平方マイルであり、このうち陸地281平方マイル、水域は0平方マイルで、水域率は0.01%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。次のリストは、 軍内の未編入庁であるが、これで全てではない。軍内には5つの公共公園がある。クローのウェストバージニア州道16号線沿いにある、アッパーウェストフォーク公園、アーノルズバーグのアメリカ国道33号線沿いに、ある、ウェストフォーク公園、バージニア州道16号線沿いにある、マウントザイオン公園とカルフーン軍公園などである。毎年4月には、ランプ祭。 6月には、ウェストバージュニア樹木祭、5月と8月には、ブルーグラス祭、9月には、ウェストバージュニア糖密祭、10月には10月祝祭,祭が、開催されている。また、12月第1週には、軍庁舎で、ホームタウンカントリークリスマスクラフトのショーが、開催されている。軍内にマウントゼオンドライブインがある。これは国内に数少なくなった、ドライブインシアターの一つである。 カルフーン郡図書館には、州内でも最大級の系譜学収集品がある。この図書館には、ウェストバージニア州の部屋があり、ウェストバージニア州と州民に関する書籍が集められている。ありがとうございます。